こんにちは。アジャセンスイ。スコアはてな。プラスゼロ。何？そういう感じのゲーム。スコアプラスゼロ4。なんか指定した数以内だったら点数もっともらえるのか。これこれ赤色ね。オーバーラップ10点。そうなるんだ。10点。緑が上に行って上の青が下に来ないといけない。青の存在を消しちゃうとアウトだよね。真ん中が嫌です。真ん中が嫌ね。間違えた。マイナス1。おう、よいしょ。この赤ここまで来て、これこの手数16で考えるのは、いや無謀すぎるよね。赤色をあっちに運んだら、色が消えてら、他の色が消えないように残さないといけないのね。赤がここまで来たら、緑と黄色で、最後の決め方があるんだ、これ。この点数何？これをこっちに持ってきて、この赤をここに残して、これをあっちまで持って行ってくれよ。赤色をどこに逃がすのかが一旦あって、緑をこっちに持ってきた後に赤色を向こうに持ってくっていいのかな。赤色を残さないとダメでしたね。ちょっと今一回無駄打ちが入っちゃったが、緑はここまで来れば大丈夫だから、かなり無駄打ちした気がする。そんなにでもない。でこれ27で収めるんだったら、最初のあの無駄手がやっぱ無駄だったねって感じだね。あんまりスコア関係ない、気にしないようにします。
青色が下に避けて赤色が上行ってから黄色が下に行く。青色が次の単位、そうか、青色が次に行くときにもうすでに黄色とかが、うわーるほどね、絶対どっか退避しとけよみたいなのがあるんだ。青が消えるんだよね、この次のターンで。だから一旦青がどっかにいる状態で赤色が一番上まで来るのを見届け、赤はもう上まで来たので次に青が死んでます。青が死んでます。どこで青をここに入れないとダメなんだよね。でもか、赤一旦ここ入れる。なんでどっちかっていうと黄色なんだよね、入れたいのは。黄色は下に逃げといてから、え、じゃあ赤をここに増やした意味あんまりなかった。アンドゥができない。青が上に逃げといて、黄色が下に逃げてきて、赤色が上に攻めるんだけど、その時青を全滅させてはいけない。赤上来て、黄色が上に行くんだけど青色が残んないといけないから、これ無人行くない？次のターンで、あー、ここで青を増やしとけば全滅だけは免れる。うわー、ここむずいな。まあ一手プラスだけど難しいですね。ダイヤモンド、赤真ん中、緑、青が両端、青の両端をやるためには赤と緑を生き残らせないといけない。一旦赤がこの辺に来とくはあり、緑色と青色どうやってスワップするか。青色が、いや青色が通過した後に緑色の勢力を戻、いやどうなんだ、緑どこにいりゃいいんだろう。緑一旦ここなのかな、一旦ここにいて青がある程度来た時に青と重ならない場所で緑が逃げることが、一匹でも逃げることができればいいわけだもんね。やってみようか。緑逃がして、赤も逃がしてから、青が渡って行き、これで緑残った。で赤も残っ、緑が左と右に行った後に緑を2つに分けないといけないの、つら。ここで青が消えるのもつらい。青が入ってよくて、青が入った後赤色が勢力を残したままで緑色が入り込んできても、ここの赤が生きてるから内側に回り込めて、こっちの緑は潰せるし、
いやー、ここは難しかった。手数は多いけど、クリアできたらいい。あれだよね、なんかたまに特定の手数内で収まらなかったらクリアとみなさないみたいなゲームありますよね。ヘルテーカー形式、それが来ると辛いね。私は途端に自分の試行錯誤がもっと頑張れよって言われてこうリジェクトされる感じがたまらなく嫌ですね。真ん中に赤、緑、あと全部青が外側、緑が上、赤が内側。青は置いといて、赤真ん中に連れてくるけど、真ん中に連れてくるってこれ、最後どうやって決めればいいんだ？端っこにいる青が周りの赤を消すってことでやれるのかな。うわー、めんどくせえことになってるね。うわ、これめんどくせえことになるんだ。いや、そうだよな。いや、そうだよな。どうすればいいんだろうね。けどラフェ、緑真ん中、赤上、青下、黄色下、青を緑が赤がこう広まった後で緑色はその上を渡っていって下の青と黄色の難しさがわからない。青が一旦出てて、で下を間違えた、こっちにするじゃないですか。そしたら青が戻ってきて下はできるじゃないですか。であとは緑色、赤色がまず勢力を拡大しつつも緑は緑で生き残らないといけないので、あー、なるほど。ここの何が、いいよ別に。ここに赤入れないといけない。上に赤、あれ赤がいな、赤が緑が ちょっと待ってよ。緑がもっと、うわー、そうかい、緑ど真ん中置いとかないとダメだったんだ。緑ど真ん中の後に、あ、なんか端の赤を入れ直しに行かないといけなかったのかな、これ。緑ど真ん中入った。ここに赤を持ってけねえといけなかったんよなーって。なっちゃった、今。なんか、無駄打ちはあったな、確かに。無駄打ちはあった。何？なんでこの形が違うんだろう。
うわ、まあ、なるほどね。なるほどね、なのかこれ。自分のマスが消滅してしまう。全消し。いや、じゃあ最低16は絶対なんだ。ああ、いや、そりゃそうだよね。赤が下、あ、この青が通って緑、青が真ん中を通らせたいよなっていうので合ってます？緑のとこ間違えた。ここの赤を押さなくてもよい。押さなくてもよいというか、緑が出た後に押す。うん、そうだね。クロームの色。ワイルドカード。なるほど。真ん中に2回色を置きに行けるのかな。いや、そんなわけでもないな。一回置きに行った色を全方向に置き直せる。もしくは毎回真ん中を持ってきて、持ってく、持ってきて、持ってくだったら2回しか使えないのよ。まあでも同じ色を4箇所に使いたいことはないから、2回スワップすると考えるべきだろうか。この黄色を上へ。上の緑を下へ。赤と対照系だから対照的な動き方をするといいのかもしれませんね。赤が行きたいのどこ？赤はあんまどこにも行きたくない。赤と青は別にどこでもいいんだ。黄色と緑だけが移動したいんだ。緑が真ん中に、なるほど。まあ、いいか。来たら、一旦下に来て、待機。黄色が上に来たら、これで色の入れ替えは完了したので、なんかあれやな、持ってくる方向を間違えちゃった感あるね。これ手間の多い方向にお互い運んじまったな。うん、これは納得の28。あの橋のこっちからこう通さずにこっちから通せばよかったよねということ。なんかボロボロの橋があって、黄色は下2箇所、それ以外が全部赤。黄色をこことここに固定できれば、あとは赤がずっと攻めるだけでいいんじゃんけど、そのどの辺に難しさがあるかというと、これを消さないといけないよねっていうのと、この黄色が同時に成立しないのか。ここの橋を落とさずに、ここをとっとと落としとくべきだったってこと。こっちも同様。これで赤色が攻めることはできて、ここまで来て、これをやってからここの黄色が初めて動く。あ、はい、なるほどね。
ちょっとトリックがあったね。トリック、ツイストがあったね。グリード。青、緑。緑は、はあ、4箇所。これは、なんか一筆書きゲームのような感じ。緑色を外周で回して青がど真ん中にいるで、さっきと同じだよね。なんか先に壊しておかないといけない足場みたいなものがあるんで、それがどうなるかをちょっと見届けとかないと分かんないんだけど、とりあえず動いてみよう。緑は全部いった。これな、これ積んだな。どの段階で、ここか。青色が、違う違う、緑色を持ってこないといけないんだから、青色を逃がすために、なるほど、どうすりゃいいんだ。初期配置の青色の場所に、どうやって、緑を単独の緑を持ってくるか。青色を展開しようとすると、ここの2箇所のどっちかをロストするわけで、そうすると、じゃない側の色から緑色を攻めてくらせるしかないが、それをするとだ、その時にここにしか青がないよねっていう状況になってることがまずいんだよね。本当やっててよくわかんなくなるね、これ。こっから緑を持ってこうとしたときに、もうすでにここの青以外に青がいないといけないんだけど、そうすると、ここに青、あ、違う、ここに青を持ってくやつがいねえのが問題だから、それは別のところから持ってくればええよかったねえ、じゃないのかって。いいんじゃないの？一旦緑が全部置かれたら、ああ、ここでもか。同じような話をどこでもしないといけないんだ。緑さんチームで、青を逃がして、これを今、ダメだよね。こう独立させちゃいけない。あれ？さっき、どうやって解決した？これ。ここどうやって解決した？まずいのは、いや、これ青色は壊せばいいんだよね。これでいいんだよね。あ、なんだ、そんな難しく考えることではなかったですね。 OK、まあ、こんな感じのゲームですというところで、今日はというか、まあこんなところですか。まあフルでやってもいいけど、この手のカジュアルなゲームはなんかこう淡々とやる感じなので、まあ続きは自分でやってみてくれ。新しいギミックとか出てくるのかな。いや、出てきたか。確かに出てきたわ。なんかギミックが出るかどうかだけ見とく。出るわい。え、緑なんだけど、ああ。一個前の色の情報を記録してるよね、これ。
押すと、青を押すじゃない、このマスを押すと、真ん中の色が出て、その周囲の色が周囲に飛ぶ。やばくね、このギミック。白は何でもない。白色は何も意味をしない。意味がない。これは真ん中は黄色だけど、このマスとしては青色。これは周り、赤が真ん中に来るけど、周りは緑。これは今ただ黄色が上下に行くだけだから、一旦黄色が保たれて、そしてこれを押すと真ん中黄色で、このギミックはやばいですね。一瞬で頭わかんなくなったね。赤がこちら、緑がこちらで、真ん中一回リザーブ。緑が左端まで来たい。だけど、お互いにすれ違わないといけないので、まあ、どっちもどっちだわね、これ。真ん中最後緑でいいよねって言ってるのがポイントで、緑色が真ん中に溜まってる方が嬉しいから、こうして赤を入れると、緑色が真ん中でしょ？で、赤がドバーっといって、そしてこの赤はこっちに展開される。そしてこの緑色のエリアに赤色が入ることで、一旦こうまた緑が入り直して、そっから緑色が展開され、外は赤色になるが、めちゃくちゃ難しくない？ここ、うわー、難しいということで、まだまだ味がしそうですね、このゲーム。あ、もう次のもう一個ちょっと見とくか。新しいギミックは特にない。シンプルに難しいのか、これ。ただただむずい可能性。何した？外側の色だけを変えて、もともとあった赤色が内側に入った。まあそれはさっきの通りだよね。で、これをすると黄色と黄色なので、真ん中の赤は消滅する。うん、言ってることはわかる。黄色持ってかないといけないの？いや、まあいいかというゲームです。やってみては。